タイ文字は主にタイ語を表記する表音文字、シャム文字とも呼ばれるラームカムヘーンの秘文。現在確認されている中でタイ文字による最古の秘文であるバンコクのマクドナルド。M マークとマクドナルドの間にあるのはラテン文字風の13世紀にスコータイ王朝の3代目の王ラームカムヘーンがクメール文字をもとに作ったと言われている。 源流は、ブラーフミー文字であり、ブラーフミー系文字の一つに数えることができる。ほとんどの文字に小さい丸があるのが特徴的であるが、実体によっては、丸が省略されたり、ラテン文字に似せたデザインもある。44のシーン字からなり、大文字、小文字の区別はない。タイは、ビルマスリランカとともに、神ザブ仏教を支える一大拠点であり、 タイ文字も、経典言語である、パーリ語、サンスクリットに対応できる形で開発されてきた。他のインド系文字と、同じく、シーン字の周辺に母音を表す記号もしくは字母を、加えて、音を表現する。ただし、ラオ文字やチベット文字と、同じく、シーンがない母音単独音の場合、デーバナーガリーを代表とする、インド大陸系文字にあるような、 母音単独字の専用文字がないので、子音部分に専用字母を当てがうことで、母音単独音を表現する。また、タイ語は、チベットから中国、東南アジアにかけて分布するアジアの成長言語の一つであり、子音字は高子音、中子音、低子音の三つに分類されていて、それぞれ成長記号による成長変化に違いがある。子音全員44字は以下の通り、 タイ文字もインド系文字の一種なので、上記の一覧を区切って並べることで、以下のように表にすることもできる。こうして表にすることで、字型の連関や、子音の項、中、低の分類、分布も分かりやすくなる。死字を発音ごとに大きく括くと、以下の通り。タイ文字では、バッシオンでは無気音、有気音、有声音の区別がなくなって対応する、同じ打ち波音となり、 さらに、scch は t に、f は p に、lr 及び2つある y のうちは n に発音される。これは朝鮮語のハングルにおいて、激音やノートなどが修正になると対応する平ラ音と同じ発音となるのに似ている。母音は a, i, u, e, o の9音で、長短の区別がある。 以下のように、真珠に記号を付加して表現する。大語の成長を単純化した図成長は、表彰、訂正、下声、交渉、上昇の5つ。各音節は、の組み合わせによって、上記の5つの成長のいずれかに割り振られる。成長記号が用いられるのは、基本的に以下の3つの音節形、いわゆる平ら音節の場合である。まずは、 これらの音節の共通した成長パターンを以下に示す。赤が高子音、緑が中視音、青が低視音残りの3つの音節系、いわゆる即音節の場合、成長記号がつくことは稀であるが、つかない場合でも上記のパターンとは成長が異なるので、以下に示す。以上述べてきた成長にまつわる内容の主要部分を簡単にまとめると以下のようになる。その他、 以下のようなタイ文字もある。タイで用いられる数字にはアラビア数字の他に次のような固有のものがある。タイ文字とサンスクリット語の対応関係ユニコードでは以下の領域に次の文字が収録されている。Windows のタイ語キーボードの配列は以下の通り。ありがとうございます。